吸入麻酔薬は呼吸器から吸収され作用を発現する麻酔薬である。主に呼吸器から排出される。現在存在する吸入麻酔薬は全て全身麻酔薬である。正気以外は標準状態で液体であり、使用するには専用の機械が必要である。また揮発させて使用することから揮発性麻酔薬と呼ばれる。 セボフルランの機械とイソフルランの機械歴史については、麻酔初期の吸入麻酔薬を参照。肺から吸入され、血液を開始の終え、作用するのが、吸入麻酔である。吸入濃度、肺胞濃度、血中濃度という順に変化するため、速攻性の静脈麻酔薬に比べると麻酔導入が遅い。しかし、人工呼吸器を用いる場合は、 管理が非常に簡単なので麻酔維持によく用いられる。現在、小児など特別な麻酔を除き、導入は静脈麻酔薬で行われることが多い。映画等の誘拐シーンでは、白い布を口と鼻に当てると期待を吸い込んで眠ってしまうというイメージで描かれているが、実際には全身麻酔を導入するときに吸入麻酔薬を 用いると眠りに落ちるまで時間がかかること、その間帯動が起こることなどの理由で通常はこのような方法は取らない。その代わり静脈から麻酔薬を投与し、吸入麻酔薬は手術中の麻酔維持に用いられることが多い。点滴に協力的でない小児の麻酔導入には吸入麻酔薬が用いられる。手術中は酸素に混合して投与される。 アサンカチッは麻酔作用が弱いので単独で全身麻酔に用いることはできない。吸入麻酔薬の麻酔標的分への結合は万であわる図力による分子間力であるため結合、乖離が簡逆的である。肺から血中に直接吸収排出されるため血中濃度が臓器代謝に影響されにくく麻酔導入、覚醒が確実。 麻酔ガスの国旗終末配放濃度の測定から血中濃度が推定でき、標的臓器での麻酔薬濃度を確実にコントロールできる。これらの問題点を持たない全身麻酔の方法として完全上脈薬麻酔がある。出典はありがとうございます。